おはようございます。ベイサイドイングリッシュ英語コーチの中尾正弘です。国際会議や国際学会でプレゼンテーションをされる、もしくはミーティングを自分で、チェアパーソンとして会議を仕切らなければならない、海外出張に行って交渉をしなければならない、そういった方向けに、短期集中の特訓をやっております。その期間は、受講者の皆さんに合わせて1ヶ月であったり、1週間であったり、2週間であったり、もしくは2ヶ月であったり、そういった形で期間は自由に、調整させていただけますので、そしてご自身が実際に使うプレゼンテーションの資料であったりスライド、それの、再構成チェックから実際のプレゼンテーションのスタイルを決定して、どういうふうに言うか、誰に対して何を言うか、そして結果をどういうものをもたらしたいのかということを明確にしながら、じゃあそこからあなたに必要なスキルであったり、何を準備すべきなのか、この期間の中で何ができるだろうかということを一緒にカリキュラムを決定させていただきます。ですのでご自身の実際の資料を使いながら、自分の忙しさであったり勉強できる期間、準備と合わせてレッスンでその準備を一緒に行う、もしくはその特訓を一緒に行って、目標に向けてしっかり取り組む、その期間集中して取り組んでいくというレッスンができますので、ご自身の資料を実際に使って、その資料を作成修正、そしてそれを使った特訓、そういったことをお求めの方がいらっしゃいましたら、ぜひ弊社にお問い合わせいただければと思います。大変お忙しい中、集中した期間で、大変かとは思いますけれども、その期間集中して一生懸命やることで実力も集中力も上がってきます。ですので時間がない、大変なということは決してマイナスの点ばかりではありませんので、この機会を素晴らしい自分を伸ばすチャンスだと思って、集中して頑張っていただければと思います。それでは失礼いたします。